おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のジャイアンツゆっくり情報のコーナー。冬嫌い。さらばまっちゃんスペシャルだ。先週の月曜日に巨人の松原聖也選手と西武の若林学人選手がトレードされたぜ。さらばまっちゃん。続きまして、スペシャルとは。特別な様、特殊な様。そうじゃなくて。特別に提供する様、またそのもの。意味聞いてんじゃねえよ。あとよく意味わかんねえな。なんかお堅いよね。いいか、スペシャルとは。毎日のことだ。この人は何を言っているのだろう。もっと松原選手に思い入れとかないのかよ。まっちゃんは好きな選手の一人でした。亀さん大好きな私としては背番号9を受け継いだ選手でもあるしな。1年だけだったけど。それだけずっと期待はされてたけどな。結果的にブレイクした2021年が巨人でのキャリアハイとなったな。その時はすごかったけど、やっぱ年々見なくなったよね。芸人のお兄さん。うん、お兄さんの話は今はいいかな。キャリアハイは同じく2021年ですかね。うるさいよ。まあでも走攻守すべてで評価が高い選手だから、西武で気持ちも新たに切り替えて活躍してほしいですね。まっちゃんのキャリアハイはこれからだ。お兄さんは2021年だけど、私は応援してますお兄さん。で、巨人に来た若林学人選手だ。足が速くて肩も強いしパンチ力もありそうな。まっちゃんと同じタイプかな。外野手だしな。1年目で44試合の出場で20盗塁もしててさ、その時に注目選手としてこのチャンネルでも紹介していたはずだ。あの頃はまだ真面目に野球情報発信してたから、やっぱ今は真面目じゃないんだな。考えてみればそれも2021年だったな。若林選手の1年目か。そうそう。偶然にもまっちゃんの活躍した年と一緒だ。あとお兄さん、しつけえなお兄さん。でも怪我しちゃったんだよね。人体損傷だそうだ。全治9ヶ月の大怪我だぜ。だからリハビリして復活が2022年のシーズンだろ。それからわずか2年でトレードとは。まっちゃんトレードでショックだったけどさ。え、トレードの相手がっくんなのって驚きもすごかった。お前の友達になる速さに驚いたわ。だって若様は若様だから。それは巨人から日ハムにトレードで行った若林選手？若様って言ったらその若様しかいねえだろ。だからがっくんはがっくんだ。それは西武から巨人にトレードできた若林選手？がっくんって言ったらそのがっくんしかいねえだろ。わかんねえよ。とにかく私は3人とも応援しますよ。それお兄さん入ってるよね。今日も神に感謝をしながらプロスピやってくぞ。お波に感謝。さて地獄の一週間お疲れ様でした。霊夢は TS 第3弾で熱湯スタジアムのランキング走ってたんだったな。その通り、この一週間で3キロ痩せました。え、ランキングそんなきつかったの？プロスピ関係なく普通に忙しかったわ。あ、なるほどね。つうかランキングがきつくて3キロ落ちるかこのカスが。めちゃくちゃ言われてますけど。じゃあランキング自体はそうでもなかったんだ。TS 第3弾の割には緩かったかな。ってことはもちろん、はい結果がこちら。11,891位。目指してたのは選択契約書の3万位だったな。そうだ。だが優秀すぎるがゆえに余裕すぎる11,891位。この結果を見てどうだ。どう中途半端もったいない。そうか言葉も出ないか。イヤホンしてます。もうちょっと頑張れば1万以内入って Aランクの選択契約書ももらえたのに。ギリギリ優勝したら危ねえな余裕すぎてももったいない。文句言いてえだけじゃねえか。日々のストレスぶつけんなや。日々のストレスぶつけられてるなう。なうは死後だ。え、そうなの？いやどうでもいいわ。今回のランキングは最後の伸びが全く伸びなかった気が。それでこんな中途半端な順位か。前日に徹夜でここまでやりまして、また最後は様子見ながら再参戦するつもりだったが、結局余裕を持ったままフィニッシュと。まあ、そういうことだ。で、消費エナジーな。まず累計回収に47エナジー。そして自チーム引きという夢が儚く散ったノスタルジー。うるせえよ。それからボーナスのために A ランク以上確定スカウトを3連しまして75エナジー。で、ランキングを走りに走って829エナジー。その合計はプライスレスだ。951エナジーね。思ったより使ってるんですけど。知らないよ。確かに所持エナジーは1000近く減ってるなぁとは思ったけど。それが全てだろ。まあでも第3弾で合計1000未満は良かったんじゃないか。もっと節約できた気がしないでもない。私悔しいです。例えばもっと丁寧に自操作をするとか。まずこの中途半端な順位を悔やめや。いや実際に熱湯スタジアムは相性良くないんだよね。イベントに相性とかないと思います。全部試合やるだけだろ。ウプ主の仕事と相性が悪いのだ。これは何度も言っているが、彼は仕事中それなりにプロスピをやることができる。何度も言うが仕事しろや。ただずっとできるわけではない。そりゃそうでしょうよ。定期的にスマホ触れるけど続けては結構難しい。そんな感じ。なので熱湯タイムに入った直後にスマホ触れなくなる。そんなことが何度あったことか。しっかり熱湯タイムを駆使していれば消費エナジーはもっと節約できた。私はそう思えて仕方ないのだよ。絶対に1万円近くまで行っちゃったことだと思うけどな。さて更新来てますね。楽しみに待ってた人も多いのではないでしょうか。新時代の幕開けだぜ。早速見ていきましょう。中継ぎの新登場でー。そっちか。中継ぎが追加されました。
何か文句でも？何も言ってねえだろ。そっちか、バレてましたか。いやすまんすまん、確かに中継ぎ追加されたもんな。巨人からはこの選手。船場様投手の登場だぜ。バッサー欲しい。B 球種一つ、B 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 球、B 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 球種一つ。この人はもう B 以上の球種数でしか投手を見れてないんだな。なかなかいいじゃない。船場様投手は S ランク初登場だぜ。そして B 球種一つだぜ。だぜじゃねえよだぜじゃ。もうわかったから。彼は超変幻自在に必要な存在となった。機会があればぜひとも欲しいですね。この B 球種。顔見てあげて。なんだバッサーじゃん。頑張って A ランク集めときます。そして次はこちら。待ちに待ったこいつがやってきたぞ。新時代の幕開けだぜ。みんな大好き消費コイン2分の1。なんだ文句あんのかこら。こいつ心の声まで聞こえてやがる。このタイミングで育成進めたらええよ。そしてどこか他人ごと。ちょうどセレクションも来てるしな。あーさらっと言っちゃった。更新情報は以上だ。もうちょいセレクション触れましょうよ。うち関係ないんですけど。まあ、そう言わずに。うち無課金なんですけど。ほら巨人は霊夢が大好きな山崎伊織投手だぜ。伊織欲しい。欲しいんじゃねえか。いやそりゃ欲しいわい。ただ無料でもらえないわ。自チーム確定ないわ。つうかいい加減伊織の A ランクだぜや。セレクション関係なくなった。伊織は通常 S で登場したら獲得したいと思います。シリーズ2ではさらに能力上がるだろうし。ここまで12試合に先発して6勝1敗、防御率 1.53 と抜群な安定感だぜ。私は1年目から注目してまして。はい、では契約書開封の陣。マジで今年のセレクションが一瞬で終わった。の前にご褒美タイムのに。の前に、はよ開封しろや。実は皆さんにお詫びをしないといけません。とうとう超えてはいけない一線を超えたか。どうもすいやせんした。せめて自ら罪を告白させてください。え、マジで？無課金ってだけが唯一の売りだったのに。ご褒美タイム外でエナジー回収しちゃいました。それだけ？ほらランキング走っててさ、もうコインばっか増えてくるもんだから、一個ずつ回収してたんだよ。そしたら勢い余って10エナジーまで回収してしまった。はい無事。いや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 、4月も？はい無事。何流れで無課金の証明してんだよ。無課金ではない無実の証明だ。まず誰も疑ってねえんだよ。最近コメントで誰も疑ってくれないから自らやることにした。ほら3月も無実。2月は？ほぼ無実。ほぼってなんだほぼって。だいたい毎月1000エナジーくらいは回収できてますね。さあ1月は？ギリ無実。1月は1000未満。年をまたいで12月。さすがに12月はね。課金してるよなぁ。なぜですか。だが無実。もう真っ白白すけですよ。そしてさらに遡ると。すでにもみ消されてますね。その言い方が真っ黒なんだよ。前に見せたのいつだったか覚えてないけど、多分その時に確認済みのはずだ。全く抜け目のない女だよ、あたしゃ。完全無課金なのにこの順位。もはや有罪だよね。やるならとっとと始めてもらっていいですか。ではここからさらなる進化を。契約書開封の陣開始だ。無駄に長かった。ご褒美タイムです。大量のコインは回収しといたから、ネットワークエラーは起こらないはずだ。253エナジー。いいねー。さて次チーム A はイオリのために残してますが、もうここまで来ると追加されても引き当てるのなかなか厳しいぞ。あとは A ランク自チームミキサーだな。巨人以外の A ランクも残してあります。ではドブイロ10連から。通貨契約書全然ねえな。S ランク契約書はゼロですね。これ何も起こらないのでは。ドブイロで S ランク出せばいい。それだけのことよ。ほら A 以上は確定。A ランクは引けるんだよな。ボインレイ。やったぜドブイロ。不意打ちボインレイ。こうなると狙うは2枚引き。いっちゃえ、いっちゃえ。からの出ました、ダブルボインレイ。マジであるぞ。ドブ色で2枚引きなんてついてる。ねえか。ないの？ならば願うのは、当たれー。うん、知ってた。またダメなの？ 2 枚引きも自チーム確定もなし。演出ではな。まだわからないと。
とりあえず1枚目の S ランクがどこで来るか。ここだー。ほら丸さん。いやほら言われましても、A ランクですけど。まずじチーム引きは成功。自分に甘いなー。来た来たー。よしこれで2枚引き。A ランクだよ。おっとー、まさかの3枚引きー。もう無視しよ。で、じチームと、いつの話してんだてめえは、ダメだ、突っ込んじゃった。巨人は未だに引けてないんですけどね。TS の横浜カジやら楽天ウィーラーとか、巨人に所属した選手はそれなりに引けてますよ。意味ないけどね。せやねん。まあドブイロ10連で A ランク2枚の S ランク1枚。大勝利よりの勝利でしょう。でも契約書はあんま残ってないのだが、選択契約書は引かないの？この動画の最後の保険のために取っておきましょう。落ちバレましたね。いやここで巨人の S ランク引いたらそこで動画終了だ。超盛り上がってのフィナーレよ。確率契約書も一緒に引きますね。ドブ色4枚 S ランク確率 10% 契約書が2枚。しょぼいな。うん、無理だろうな。お、あるかあるか。まあ、A ランクは確定してるから。ノーボインレイ。全然ノーボインレイ。当たれー。最後に大逆転にっこり。だよね。さてと。そろそろ締めますか。予想通りの展開だ。まあ、王道ですよ。最上級の選手で間違いありません。間違えるわけねえだろ、舐めてんのかてめえは。これも予想通り。うちら付き合い長いもんな。これは予想外の反応。いでよ、我がチーム守備の要よ。おらゆっくりバスターズ超強化じゃー。はい終わり。また次回お願いします。